皆さんこんにちは、ワタルクルビーです。では今回はハーツオブアイアン4ソ連軍編、続きをプレイしていきたいと思います。ドイツ陸軍の圧倒的な戦力の前にですね、考えた戦略戦術がことごとく破れているので手詰まり感があるんですけども、今回は戦略面ではなくて戦術面でこの難局を打開してみようかなと思っています。まあ、具体的にはですね、生産や開発は従来通り行っておいてですね、このヤルタ、ここに部隊を隠しておいて、ドイツ軍が進撃してきたところを横から突く、側面背後から奇襲する、そういう作戦をやってみたいと思います。ちょっとうまくいくかどうかわからない部分はあるんですけども、これね、ちょっとやってみたいと思いますんで、早速時間を進めていきたいと思います。はい、1941年5月7日になりました。ドイツが我々に対して宣戦布告の準備整ったということなので、いつ宣戦布告されてもおかしくない、開戦してもおかしくないという状況です。今回の作戦もう一度確認しておきましょう。今回の作戦はですね、ヤルタから進軍してきたドイツ軍を側面背面から奇襲攻撃するという、まあ、戦術上の作戦になります。とはいえですね、ある程度ドイツ軍にダメージを与えて進軍速度を遅らせるっていうことは必要なので、第1陣第2陣と部隊を分けています。まず第1陣ですが、画面のこちら側ですね、4つの軍をドイツとの国境、あるいはハンガリー、ルーマニアとの国境に配置済みです。そして肝になるのが、このリガからですね、ミンスク、キエフ、そして、まあ、スターリングラード方面にかけて、ご覧のように防衛線をずーっと張り巡らせてます。さらにモスクワに対しては二重に防衛線を張り巡らせているので、これで敵を受け止めます。でその間にですね、この虎のこの戦車軍団を敵の側面から攻撃をかけていくと、こういう作戦ですね。で攻撃してるだけだとすぐに敵に吸収されてしまうので、攻撃して奪った拠点はこの騎兵隊で守りきると、このね、電撃的な奇襲作戦にかけてみたいと思います。では開戦まで時間を進めます。はい、ドイツを開戦状態に入りました。戦端が開かれています。では作戦通り行きましょう。押し込まれるのは覚悟の上で、撤退戦を引きつつですね、確実にドイツ軍を引き込んで側背面から攻撃を仕掛ける、この作戦でいきます。師団の編成なんかはですね、デフォルトからあまり変えずに、正面戦闘幅だけ調整するっていう形にしてあります。なので、まあ、20前後、まあ、20以上ですね。20から、まあ、10単位ぐらいで、調整してあります。ミンスク、キエフまで部隊がやられるのは覚悟の上というところですね。北部戦線ですけども、もう防衛ラインまで追い詰められましたね。このリガを死守したいというところです。細かい修正をしながらですが、なんとかね、防衛ライン前後で敵を、迎え撃っているという状況ですね。ちなみに制空権はですね、ウクライナは取られてるんですけども、ベラルーシ上空からポーランド東部にかけては優勢をキープしてます。中部から北部にかけては、ご覧のように、第1波目の防衛ライン、ここまでほぼほぼ追い詰められましたね。逆にですね、奇襲攻撃を仕掛けたいルーマニア方面がなんと健闘していてですね、まだまだ防衛線まで追い詰められていないという状態です。なので先に
北部、中部が突破されないように気をつけたいなというところなんですけども、まあ、最悪の場合ですね、モスクワに対してはさらに第2陣、第3陣と防衛ライン作ってあるので、ここで食い止めたいと思います。要所キエフが陥落してます。これ痛いですけどね、キエフ残念ながらですね、川の対岸なんですよね。なのでちょっと守りきれなかったというところがあります。はい、ご覧のようにですね、防衛ラインに敵が完全に張り付きつつあるという状況ですが、ルーマニア鉄鋼団がですね、いよいよ奇襲ポイントに近づいてきたので、ここから一気にですね、奇襲攻撃を仕掛けていきたいと思います。横からね、戦車の手段がズドーンと入っていくので、これがハマってくれればまだまだ逆転の可能性はあるんじゃないかなと期待してますからね。さあ、先端開かれてます。ここですね。ここを突破できれば本当にまだまだわからないですからね。ルーマニア軍を壊滅させてドイツ軍まで迫っていくっていうね、そういう戦い方もできるかなと思うので、ここはちょっと本当に期待しているところです。よし、押し込みましたね。一旦時間取ります。ここまで入りました。なのでここから一気に敵の側面をついていきましょう。背面に回り込めれば一番いいですよね。ここにはさらに、そうだな、航空隊つけましょう。近接航空支援機8しかないか。ちょっと8だと意味がないので、もうちょっと溜まるのを待っていきましょう。まあ、すでに100機前後の近接航空支援機つけてはいるので、この戦車の手段ですね、250機の戦闘機、さらに97、まあ、100機ですね、100機の近接航空支援機つけてますので、これでこのままなんとか押し込みを図ってもらいたいと思います。なんとかハマってくれよっていう感じしますけどね、この作戦ね。ある程度確保できたら、ここにですね、追加で騎兵隊を送り込みます。奇襲攻撃なんですけども、どうだろう、ここで膠着状態に入ると奇襲が失敗するので、なんとか奇襲攻撃成功させるために騎兵隊ももう出しましょう。突き抜けてこいっていうね、そういう感じですね。ちょっと残念ながら防衛ラインを突破されてしまいそうですね。奇襲を敢行した部隊なんですけど、まあ、一定の成果は取りました。ヘルソンまで進軍できた、奪還できたんですけども、こっから先固い守りに、まあ、阻まれてしまって、残念ながら戦車が進軍できていない状況ですね。その間に敵がモスクワまで迫ってきているという状態です。北部戦線は本当によく頑張ってくれましたね。このリガをよく守りきってくれていると思います。ただその他の戦線がちょっと厳しくて、モスクワの守りまで手が回っていないという状態ですね。モスクワが残念ながら陥落ですね。いやー、もう本当に打つ手がないというか、どうすればこの39年スタートの独ソ戦勝てるんでしょうね。またちょっと違う戦略ないし戦術を考えたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。